皆さんこんこまる土曜日の真っ昼間からお送りしております青ギリギリギリニュース。こちらの番組では最近起きた青ギリのニュースや天気やなんやかんやをこまるの独断と偏見によって曖昧にお伝えしていく世界一ためになる情報発信番組となっております。皆さんね、コメンテーターの皆さんもたくさんの待機とコメントとね、はい、ありがとうございます。お賃金も朝めっちゃ声出ないね。やばい。いや、朝起きたばっかなんですよ。爆乳美少女クリコマコマリ48都道府県言いない女は、先ほど起きたばかりなんですけれど、はい。48都道府県。あれ、48都道府県で合ってるよね。あれ合ってる ?48 県あれ48都道府県忘れ、言えないんだよ。どういうこと ?48 都道府県、48じゃないっけ、あれ48じゃなかったっけ ?47 これさ、直せないんだよね。いっか。うん。別に今日もなんかね、もう、増えたりするでしょ、わかんないけど。爆乳はフェイクニュース。ちょっと何言ってるんですか、みんな。ちょっと、コマルの父見ててくださいね。ほら。膨らむんですよ、ちゃんと。爆乳調整が効くようになってますんで、皆さんご安心ください。47! みんな47!誰が47って決めたんだよ !48 かもしれないでしょ、もう一回数え直したら。あるじゃん、そういうトリック。グリザイアでも風見和樹やってたじゃん。人間の、なんか、数え方をさ、うまくこう、人参をうまく切る要領で、人間の数をごまかすみたいな、そういうのあるかもしれないじゃん。国が決めたんだ、やばい。国家には食らいつけね。やべえよ、国家の犬だもん。わかんないけど。